リマナブ Q は朝鮮民主主義人民共和国の軍人。朝鮮戦争における朝鮮人民軍の投稿者としては最高位であった。1920年頃、環境北道秋川軍に生まれる。第二次世界大戦中は国民学校の教師を務めていた。1946年末、保安幹部第二訓練所第五連隊偵察参謀。以後、 連隊作戦課長や軍事副連隊長を歴任し、才能や真面目さ、短麗な風采などを買われ、民族保衛省総参謀部訓練課長に抜擢され、総助に昇進した。1950年6月、第2軍団が編成されると、同軍団作戦部長。初戦の春川戦闘の失敗で、第13師団参謀長に降格。1950年9月20日、 師団長と口論になり、拳銃で発砲して負傷させた。翌21日朝、米第一騎兵師団第八騎兵連隊に投降。日本で尋問を受けた後、巨災等の捕虜収容所に収容された。基準者としての待遇を受けられなかったため、やがて親友も捕虜の指導者となり、暴動を主導することになった。ウィリアム・ディーン少将と捕虜交換が行われ、北に送還されたが、 1963年に自殺。主営福によれば、よく冗談を飛ばして、皆を表せるような性格だったが、人民軍の中で、革命経験のない地方出身将校で、この人ほど昇進が早く、養殖についた軍艦はいないという。勉強熱心で、軍事理論にも通行していたので、民族保衛省内でも一目も二目も置かれる存在であった。 第13師団特選隊長であった、京安妻ま氏は、捕虜暴動の指導者になったことについて、収容所では狂信者から配信者が危害を加えられる、ため、自分の身を守るために、捕虜の代弁者になったに過ぎないと証言している。ありがとうございます。